はい、どうも皆さんこんにちは。ドラム講師の平田直之です。本日はジミー・ヘンドリックスの曲の中からブードゥーチャイルドよりかっこいいフレーズを皆様にご紹介していきたいと思います。まずは初めましての方もいらっしゃると思いますので自己紹介からさせてください。平田直之と申します。ドラム歴は25年です。講師歴は13年になります。その他詳しいプロフィールを気になる方いらっしゃいましたら動画を止めてご覧ください。はい、ではさてレッスンに入る前にまずこの曲の紹介をさせてください。まずジミー・ヘンドリックス、知ってる方多いと思います。もう伝説のギタリストと言われてるぐらい有名人で、知らない方はぜひYouTube とかで見ていただけるといっぱい出てきます。ギターやってる方はもうほとんどの方が知ってるんじゃないかと思います。で、時代になるんですけども、1968年に発売したアルバムの中に入ってる、エレクトリック・レディランドの中に収録されている曲になります。それがブードゥーチャイルドですね。聞いてみると分かるんですけど、ものすごいギターのリフから入ってかっこいいフレーズになってます。もう68年っていうと今から52年前ですね。私も生まれておりません。とはいえ昔のアーティスト、本当にいいアーティストもいっぱいいらっしゃいますので、今回のキーに知った方はぜひいろいろとジミー・ヘンドリックス聞いてみてください。ドラマーはミッチ・ミッチェルっていうアーティストになります。この方は、子役から芸能人ですね、子役から、プロドラマーになった方になります。で、当時の映像ですね、ちょうど YouTube で見ることができたんですけども、レギュラーグリップでジャズのホームをしながらもうツーバスでロックを叩いてるっていう、今だとなんか斬新な感じですね。当時はもしかしたらそれが一般的だったのかもしれないんですけども、まあそんなドラマーで、急激な、まあ、フィルイン、かっこいいフィルインのところですね、今回撮りましたので、よろしければ習得してみてください。では早速レッスンの方スタートいきましょう。はい、では早速レッスンの方始めていきます。まずはリズムパターンからやっていきたいと思います。基本パターンはドッチとタッドチとタッチタですね。で、この曲は跳ねてますので、ちょっと跳ねながら叩いてあげるといいと思います。ではちょっと叩いてますね。基本的にはドッチとタッドチとタッチタでいきます。2、3、4、まずこれが基本になります。で、これができたら初めにクラッシュが入ったりとか、ハイハットオープンが入ったり、クラッシュシンバルが途中で入ったりっていうのをすると 1,2,3 小節目ができます。まず1小節目だけやってみます。 1,2,3,4。2小節目です。 1,2,3,4。 で、3小節目ですね。 1,2,3,4。 はい、こういう形です。なので初めの基本パターンですね、どっちとたどっちとたちた、これを覚えちゃうといいと思います。まあ、シェイクとか、初めのドチド、まあ、ここがちょっとやりづらいかなと思います。あとハイハットオープンなんかも入るので、本当に初心者の方は少しやりづらいかなと思います。もしできないところがあるとしたら初めですね、一番初めからやっていくと右手と足、右足、これでタンタタっていうリズムですね。あ、ちょっと跳ねてるんでタンタタですね。はい、この跳ねてる感じっていうのは、音源を聞きながらやっていくと感覚はつかみやすいかなと思います。ですので、まあ、音楽聴いて一緒に叩いていけると雰囲気が出るかなと思います。で、次ですね、ハイハットオープンですね。ハイハットオープンは左足を開けて叩くっていう、まあ、これはそのまま練習していただければと思います。で、最後タッチタの4拍目の部分ですね。これは両手右左で、タイミングは初めのドッチドと一緒ですね。ドッチドと一緒ですね。ですので、まずはその辺を押さえてあげるとリズムパターンはできると思います。
でメインですね、32ボンプが入ってすごく分かりづらいフィルインです。基本的にはあのよくあるパターンですね。1 2 3 4 1 2 3 4、この今クラッシュシンバルの部分だけですねリズムを取ってきました。タンタウンタンウタンタン、タンタウンタンウタンタン、タンタウンタンウタンタン、これが取れるとやりやすいと思います。タン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 タウンタンウタンタン、はい。ですので、まあ感覚で掴んじゃった方がいいのかなと思います。そうですね、もしわからない方いらっしゃいましたら後で解説動画撮りますので、コメント欄の方にください。でその感覚のままいくと今の速さで全然速くて叩けないんですけども、タカタカタンで一括りと思うと、取りやすいかなと思います。タカタカタンタカタカタンタカタカタッタッタッタ、まず前半、1、2拍目が今のですね。タカタカタンタカタカタンタカタカで3拍目タッタッタッタ、これは16ボンプです。タッタッタッタで2回目にクラッシュシンバルが入ります。で4拍目はもう32ボンプで、8回。まあ、このリズムを覚えちゃうといいと思います。タカタカタンタカタカタンタカタカタッ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 タカ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 で、これをクラッシュシンバルに合わせるとはい、こんなフレーズですね。では、全体通すとこんな形になります。いかがだったでしょうか。本日はジミー・ヘンドリックスの、ブードゥ・チャイルドより、かっこいいフレーズを抜き取らせていただきました。ぜひ概要欄の方に、本家の YouTube 動画ありますので、そちらも参考にしていただければと思います。はい、ではそんな形で本日の動画良いと思いましたらいいねボタンの方よろしくお願いします。では本日も動画のご視聴ありがとうございました。